ジェイコブ・ジョン・クロネンワースは、アメリカ合衆国ミシガン州セントクレア軍セントクレア、出身のプロ野球選手、右ト左打。MLB のサンディエゴ・パドレス所属。愛称は、クロン・ゾーン。2015年の MLB ドラフト7巡目で、タンパベイ・レイズから指名され、プロ入り。契約後、参加の A-9 ハドソン・バレー・レネゲーズで、プロデビュー。51試合に出場して打率。 291、1本塁打、16打点、12盗塁を記録した。2016年は、A 級ボーリンググリーンホットロッツと、A 級シャーロットストーンクラブズデプレーし、2球団合計で116試合に出場して打率。282、4本打、五57打点、14盗塁を記録した。2017年は、A 級シャーロットと AA 級、 モンゴメリービスケッツでプレーし、2球団合計で125試合に出場して打率。274、3本類打、49打点、13盗塁を記録した。2018年は、A 級モンゴメリーとトリプル A 級ダーラムブルズでプレーし、2球団合計で115試合に出場して打率。25、34本類打、52打点、22盗塁を記録した。 2019年より、投手も兼任する二刀流選手となる。この年は、ルーキー級、ガルフ・コーストリー・グレーズ、トリプル A 級ダーラムでプレー。野手としては2球団合計で97試合に、出場して打率。329、10本類が、45打点、12盗塁を記録し、投手としては、トリプル A 級ダーラムで7試合に登板して、防御率0.00。 9奪三振を記録した。7月には、オールスターフューチャーズゲームのアメリカンリーグ選抜に選出された。オフの11月に開催された第2回、WBSC プレミア12のアメリカ合衆国代表に選出されている。11月20日には、ルール5ドラフトでの流出を防ぐために40人枠入りした。2019年12月6日に、ハンター・レンフロー。 ゼイビア・エドワーズ、後日発表選手とのトレードで、トミー・ファムと共にサンディエゴ・パドレスへ移籍した。2020年は、開幕をメジャーで迎え、7月26日のアリゾナダイヤモンドバックス戦にてダイソーでメジャーデビュー。2021年7月4日に控え足として、自身初となるオールスターゲームに選出された。7月13日に開催された、 オールスターゲームでは6回表に一塁手で先発出場していたブレーブスのフレディ・フリーマンに代わって途中出場しオールスターゲーム初出場を果たした6回裏にはオールスターゲーム初打席を迎えてアスレチックスのクリス・バシットと対決し指揮を選んでいる7月16日の後半戦初戦のナショナルズ戦で球団史上3人目となるサイクルアンダーを達成した ありがとうございます。